それでは1時再任にあたりまして、記者会見を始めさせていただきます。まず最初に1時から発言いたします。本日から、新たな4年間がスタートいたします。不正の、取り組みの情報発信を、するためにも、報道機関の皆様方のご協力を引き続きお願いをいたします。今回、この選挙期間中に大阪府内を回り、大阪を豊かな町にしてほしいという声をたくさんいただきました。大阪市の吉村新市長と強力なタッグを組み、これまでの改革路線をさらに発展をさせ、成長と安全安心の良き循環を実現させる豊かな大阪を目指してまいります。本日その思いを新たにしております。大阪の統治機構改革に関しましては、今回新たな大阪都構想の設計図を作る議論を続けてよいという民意をいただきました。今後府民や議会などから幅広く意見を伺いながら、十分議論を積み重ね進めてまいります。12月上旬の所信表明で、今後の府政の具体的な方向性をお示しをいたします。予算編成は例年通りのスケジュールで進めてまいります。財政規律を堅持しながら、選択と集中により、限られた財源を重点配分をし、府民の安全安心の確保や大阪の成長のために必要な施策を精力的に進めていきます。スピード感とコスト意識、公民連携など、府庁組織のパフォーマンスをさらに充実をさせ、果敢に挑戦をしていきます。府政の基盤は府民の信頼の上に成り立っております。府民の皆さんに正しい情報を知っていただき、府政に関心を持っていただくためには、皆さん方のご協力が不可欠です。今後も定例記者会見の機会を含め、皆さんと意見交換を大切にしていきたいと思いますので、皆さんからの率直なご意見よろしくお願いします。僕から以上です。幹事社朝日放送の吉崎です。改めましてよろしくお願いします。はいはい、今日から2期目ということで、まあ、職員や議員さんから、まあ、花束拍手で迎えられておりましたが、まあ、実感といいますか、改めてお気持ちいかがでしょうか。まあセカンドステージというかね、このやっぱり選挙という、民意の判断によって、その大都市制度、統治機構の在り方についても、議論を続けていくという、そういうはっきりとした民意が現れたわけですから、その新たな民意に沿って、大阪の、まあ、行財政改革、統治機構改革、そして、東京と東京一極ではなくて、二極と呼ばれるように、まあ明確に、副首都というものが、成り立つように、取り組んでいきたいと思っています。関連してなんですけど、統合本部や大都市局をまた設置するという意向が示されているんですが、その名称について、先ほどの維新の男性でも、副首都というキーワードで新たなものにするというような言及があったんですけれども、はい、現状、どういうふうにお考えでしょうか。これ単にね、要はこの選挙でも、まあ、批判をされた中身は仕組みばっかりやということでよく言われましたけども、これは仕組みというよりも手段なわけで、その目的っていうのは東京との二極ですから、その二極という呼び名はやっぱり東京が首都であれば副首都と、要は日本で一極が何か起こったときに日本を引っ張っていく、そういう大都市としての機能を持ってるエリアを副首都と、こういうふうに位置づけていきたい。まさに統合だけをね目指してるんではなくて、統合の先に何があるのかということで、前回はまあ橋本市長と僕とまずは二重行政の解消ということで統合本部という名前をつけましたけども、二重行政については大阪府と大阪市役所同士ではほぼ解決済みです。あとは議会の議決をいただければ解決をするわけで、
だからその二重行政を解決していくのも、このあと議会との議論の中でね、同意いただくのはもちろんですけども、やっぱりその向こうには、日本を引っ張っていく、大都市の機能を備える、すなわち、副首都ですね、そういうものを作り上げるための、会議体として、統合本部と、府市統合本部の名称は改めていきたいと思っています。具体的に副首都本部みたいな形で、まあ副首都推進本部でしょうね。うん、大都市局にも統合本部にも副首都というキーワードを入れていくという、そういうふうに考えてます。まああとは吉村新首相とね、詳細は詰めなければなりませんが、あと関連でそのまあ名前を変わるとして、統合本部の方は年内議論ということをおっしゃってましたが、はい、これはその橋本市長の任期中なのか、それとも新市長吉村さんになられてからなのか、イメージとしてはどちらでしょうか。まあ吉村新市長も来週あたりからはいろんな引き継ぎのレクに入られると思うんで、まあ準備は橋本、市長の間も準備していきたいと。ただそこにはもう吉村新首相もレクで入ってるんでね、だからまあ準備はもう正確に言うとまだ吉村新首相にの任期以前になると思いますけども、まあ、吉村新首相ももう引き継ぎレクがスタートされるんで、まあ橋本首相、吉村新首相と双方と協議をしながら進めていきたいと思ってます。統合本部の中身になってたんですけど、うん、これまでも結構その予備候補の軸である程度議論が予備行政の部分については詰まっているというものも多いと思うんですが、その新たに設置する統合本部ではその今の議案をこうブラッシュアップするみたいなイメージなのか、それとも新たな議題を話し合うようなイメージなのか、具体的に新しい統合本部ではどういったことを議論も念頭に置かれているんでしょうか。まあ副首都という中でね、まあ首都機能を、そもそも首都機能とはどういうものなのかというところの、しっかり概念を捉えた中で、その機能を網羅できるような大阪づくりをしていきたいと思ってます。だから二重行政を一つにまとめるだけではなくて、その日本を引っ張っていける二極としての役割、として何が必要なのか、それを、そういうことをやるためにどういう、手段がいるのかね、そういうこともその、副首都推進本部の中では議論していきたいと思っています。最後に一点、別件で学部テストの入試への使用の件なんですが、文科省が正式に実施要領に入試の利用を禁止するというふうなことで協議の通達があって、まあ、ついに市長としても断念ということになったようですけれども、それについて受け止めをお願いします。まあ残念ですけどね、まあでも文科省のが実施する、学力テストで、実施要領を変更されれば、これ我々としてはどうしようもありませんから、まあそれに代わる、物差し、受験生の皆さんが、もう公平公正に、受験できるような物差しを作っていこうと思っています。その物差しとして独自テストということのようなんですが、これは大阪市も、まあ、前回いろいろあって独自テストをやりましたけれども、これは並存ではなくて国一本化するようなイメージなんですか。それも教育委員会が今いろいろと大阪市側とも詰めてくれてると思います。ただ大阪市は大阪市としてやはりそのお考えもあるわけでね、これは無理やり一本化に大阪市の
強引に合意を取り付けるということではないと思います。わかりました、ありがとうございます。感謝が大事です。朝日新聞、朝日新聞の宮崎です。今回よろしくお願いします。はい、大都市局についてなんですけれども、条例が必要だと思う、条例が可決されることが必要だと思うんですが、議案のですね、提出時期はいつ頃お考えいらっしゃいますか。まあ、予算も必要になりますんで、来年の2月議会と思ってます。先ほどもちょっと同じ質問ありましたけれども、福祉と大都市局の分野でいうのはどういうふうな、まあ、福祉等推進本部を担う、事務機能が、今までは統合本部の事務機能が大都市局でしたから、まあ福祉等推進本部 の事務機能を、担ってもらう、役所組織ということになると思います。名前は、まあ、名前から、まあ、福祉等推進局やね。そういう形になるかなと思います。今出たその福祉と推進局は規模はどの程度でお考えでしょうか。まあ、現在はまだ何人であるとか、そういうことについて、そこまで、まとまってはいません。要はその推進本部の方でね、どれだけ議論をするかによって、その支えるための役所組織の規模は決まってくると思ってます。まあ、前回よりちょっと広がりますんでね、議論の中身については統合本部よりは広がってくると思いますんで、まあ、それなりの規模になるでしょう。前の大都市局は協定書1から作るだけで100人規模でしたけど、さらに大きくなるというイメージなんでしょうか。まあ、規模についてはその中身によって変わってきます。もちろん今回も都構想設計図を、変更していく、という作業も、その推進局の方が担うことになりますんで、まあ以前よりは少し作業量は増えるのかなと思ってます。もう一つ、市民の人事なんですけども、いつ頃までに国の方決めたいと思いますか。もう近々決めますよ。あとは議会の同意いりますんで、議会の皆さんといろいろと、ちょっとご相談を、議決をいつしていただけるとかね、そういうところのご相談をしなければならないと思います。もう想定されている方はいらっしゃるんですか。いてます。他にございますか。NHK の井戸です。推進本部関係で、福祉等の機能を担う、そういった機能を網羅できる大阪づくりということになりますと、保証庁の移転ですとか、そういったものが入るのかなと思うんですが、少しこうイメージの湧くような機能をいくつかちょっと挙げてもらえませんでしょうか。まあ、まさにその国の省庁の、これは今、まあ国の地方創生本部でもそういう話出てますけど、そういうこともこれ、首都機能の一部の中には入ってくるとこう思います。あとはもうまあその経済規模っていうものも、これはまあ大阪の経済を拡大していくというね、中においてある一定経済規模っていうものをしっかり作り上げる必要もあるとこう思ってます。だからまあこれはもう今の橋本首相時代にやってきた成長戦略を確実に、形にしていくということだろうなとこう思ってます。
国民なんですけれど、他人なんですけれども、合わせて、首都機能を持ってくるための仕事もするし、都構想の設計図の練り直しもする、大きな日本柱、そういった仕事になると思っていいでしょうか。そうですね、そういう仕事になりますね。まあ、あとは、統合本部時代にまとめた20行政のね、今も提案している、まあ議案ですね、大学や研究所だ、そういう議案について、まあ、議会から、その明確にな理由のある、変更等々を求められた場合に、その統合本部会議においてね、もう一度その議案をテーブルに乗せて協議する必要が出てくるのかなと思います。副知事の神社の件なんですけども、どのような人材を考えておられますか。内部、外部、あるいはどのましい能力的なことですか。まあ、今のところではまだ、もう僕の中にありますけども、具体的にこういう人というと、人物特定されるので言いません。大江先生、大江教授、毎日放送の大江です、ちょっと今の副市長のお話と重なるところがあるんですけども、イメージとしてその東京が大きな災害に見舞われた時の補完機能なのか、まあ、それともその構造的に、省庁を一部機能を大阪に置いてもらうということを念頭に置いていらっしゃるのか、もう少しちょっと具体的に教えていただければと思います。まずはやっぱり東京の日本の危機管理の観点からも、東京に首都直下型の震災が起こった時に、政治経済が日本が停滞するわけにはいかないと思ってますんでね、それは確かに東京首都直下型で、甚大なる悲劇、経済損失も出るでしょうけども、その時に日本が立ち止まらないようにしとかなければならないと思ってます。そのマイナスをいかに小さくしていくかの役割をやはり東京とある一定の距離を保っているやはり関西で、その日本そういう震災の被害を、できるだけ食い止めるための都市機能が必要だという考えの中で副首都という位置づけをしていきたいと思います。具体的 なんか施設を作るとか、そういうスペースを設けるとか、いや、いろいろあると思いますよ。例えば、現状でいくと国際会議を開ける、そういうキャパが東京に比べてどうなのかとか、いろんなものあると思いますけども、今の時点で、具体的に何をハード整備するかというところを決めているわけではありません。例えばその皇居、当社にありますけれども、そういう、本当に甚大な災害の時に、宮家を迎えられるというようなこともあるわけですか。いや、これは首都の一つの概念として陛下がいらっしゃるかどうかというのはよく言われる話なんですけども、我々はまあ日本の都市の機能として、日本の牽引する都市機能としてのまあ副首都の位置づけであって、陛下がそういう時に、大阪にいらっしゃるためのそういう施設、整備をするとかいうところは今のところ考えてないし、これは御所が京都御所ありますからね、そういう
災害時のリランダシーということで考えると別に大阪ということにはならないと思います。あとそのタイムスケジュール的なことなんですけども、このまあ2期目の任期中に都構想を実現していくということであるとか、先ほどその同時並行とおっしゃいましたけども、その副首都という意味では任期を超えての実現を念頭に置いてらっしゃるのか、そ、うん、のあたりまあそこへ向けての一期四年の土台作りでしょうね。完成形を例えばハード整備が必要なハード整備があったとしても、それはこれから、いろんな有識者の意見を聞いて具体のまあ基本的な設計をして実施設計やって着手して完成までなんていうのはこれ4年では無理なんでね。だからそこへ向けてのもう土台、その土台の一つがやっぱり、行政組織の変更、統治機構を変えるという、そういう、ことでもあると思いますね。学力テストの追加で、その文科省の実施要領、要するにルールとして定められてしまうと、大阪府としても、そこをルール違反を犯してまで、やるんだったら、独自テストを作ると、そういう判断、実施主体が文科省ですから、その実施主体が、その実施要領を変えられると、地方自治体として手も足も出ないですよね。そういうルール無視ではやっぱり行政組織同士なんで、ルール無視して突き進むというわけにはいきませんから。ただやっぱり受験生にとっては公平公正に納得できる物差し、これ必要だと思いますんで、これは独自の、そういう物差しを考え、作り上げるということです。ありがとうございました。毎日の松です。よろしくお願いします。協定書案についてなんですけれども、新たな協定書を作るためには法定協議会が必要になってくると思うんですが、知事として設置時期というのはいつぐらいの考えでいらっしゃいますか。今の時点で設置時期をいつということを明確に僕自身が、こう考えているわけではありません。要はまずは選挙でお約束した、前回のあの設計図、どこがやはり、納得できなかったっていうことをまずは住民の皆さんからの意見を吸い上げさせていただくのがまず最初だと思ってますんで、そういう声を吸い上げた中で、その協定書作りというものをスタートさせていこうと思っています。じゃあそうすると順番としては吉村さんがやられる、住民説明会の後に、設置するというような順番になりそうな感じですか。ある一定の意見聴取ができた段階でということになるでしょうね。意見吸い上げさせていただいて、我々側も誤解があるところをしっかり説明してその誤解を解いた上でということになるでしょうね。ありがとうございます。先ほど特殊化のイメージの中で、経済規模もあるでスペースを上げるということがあったと思うんですけども、それは具体的なイメージの数値等も含めて、何か目標等があるんでしょうか。選挙期間中も言いましたけれども、現在の成長戦略10年計画の中で、例えば観光戦略については、2020年の目標を今年クリア、ほぼできるということなんで、これは2020年向けて、650万人を1000万人引き上げていこうというふうにも考えてます。だから、絶えず成長戦略についてもね、これは毎年検証しながら、やっぱり伸ばしていく部分はどんどんこうね、やっぱり高い目標数値というものを掲げて、そこに向かって府市一体で進んでいくことで、実現していく、その数値を実現していこうと、こう思ってます。
他にございますか。経済新聞の種田です。同じく副首都推進本部ですか、についてお尋ねしますけれども、先ほど、お話しあった省庁の移転についてですね、すでに中小企業庁の移転などを他などが要望したと思います。で今後その単に要望だけでなくてですね、だからまあ具体的な本部を通じてもう具体的なアクションのようなものですね、今お考えになっていらっしゃるのかどうか、これは具体的なアクションはまずはその政治的な行動になると思います。だから国会議員、団の方で、ね、きちっと法律上首都副首都を位置づけていく、そういう法律を作るところというところが具体的アクションになるでしょうね。先日石破大臣が来訪されたときに、この省庁移転についてですね、移転することによって、日本全体のためになるようなことが大事だという趣旨のことをおっしゃってたんですけども、そういう点でですね、なんか大阪に中小企業庁などを移転すると、日本全体のためになるというようなですね、そういうようなアピールというのは今後ありうるでしょうか。まずはでも一極に集中してることのデメリットですよね。要は PMDA ウエストのようにですね、東京にあったものが、大阪に、2つ、機能ができてくることによって、やはり、創薬支援、まさに新たな医療というキーワードにした産業がこれ育つスピード感はこれ出てくるとこう思いますんでね。だから国の省庁についてもね、やはり、首都機能崩壊を、その災害時によって災害等によって、機能が停止した時にはですね、すぐにそのバックアップが立ち上がるというね、そういう危機管理が必要なんじゃないかなと。だから各省庁の全てをこう丸々移転すると、これ逆にまた離断だしということにはなりませんから、ある一定の機能をしっかり、二極で持つというところが重要だと思います。あとは成長戦略の話をされましたけれども、この本部の中で何か成長戦略の、見直し、策定、検証などをする可能性があるということですか。いや、この成長戦略は大きな戦略は政策企画部が作り、各部局がそれぞれのテーマによって戦略を実施、要は基本設計は政策企画部が作って、各その部局が実施設計を作って具体の施策を実施しているわけですから、そこは府庁オール府庁でやるということです。ありがとうございました。はい、他にございますか。都構想の協定書案についてなんですけども、同じものを住民投票にかけるつもりはないということは吉村さんも含めて、おっしゃっているかと思うんですけども、ただ、住民投票につけた案というのは、財政シミュレーションなども経た上で作ったものですけども、今の時点で、これは全くゼロベースで見直すという考えなのか、それとも一定のこういうところは、当然、国は堅持した上で、やらなければいけないというふうに考えているのか、このあたりまではという考えなんです。まず、基礎自治体の機能強化、住民意思をより細やかに組み上げて施策を実施するということで、特別区というものを、改めるということは考えておりません。要は選挙で選ばれる首長が存在すると、そしてその議会が存在すると、
いうところ、ここも基本的な部分はゼロベースという変えるつもりは全くありません。だからその区割りとか区名とか、そしてその基礎自治体である、特別区のへの権限以上の大小、そういうものについては住民の皆さんの声を、吸い上げて見直す見直していこうと思ってます。だから、そこは逆に言うとゼロベースで考えてるということです。大阪市を割る特別区の数についても幅を持って考えていらっしゃる。考えてます、ただこれはやっぱり事務方がきちっと財政シミュレーションをしなければなりません。要は今のまま24区で特別しますと、これは大赤字になります。この赤字は市民の皆さんの負担になるわけですから、あくまでも、その赤字にならない、要は新たな財源が生まれる、そういう、形での区割りコースになると思っています。首都で言ってんだ、首都が東京だということは法律的に明文化されている話ではないと思うんですが、首都を法律化して、これはまず首都もやっぱり法律でしっかり定めるべきだと思ってましてね、要は、陛下が、どこにいらっしゃるのかというね、そういうこう日本の歴史伝統のに、そういう価値観に立ったその首都のこう位置づけというものもこれ大事だと思いますけど、やっぱり法的に、日本の首都はここですよと、副首都はこうですよというところを位置づけていく、要は法で位置づけるということが非常に重要で、もう一つはやはりそうすることによってよく言われる日本の国土軸という話が出ますけども、そうすることによってこの軸を結ぶということはいうことがね、こう現実事実化していきたいと。要はリニアについても国土軸と言いながら、今のところはまずは名古屋までですけど、国土軸というんなら本来はもうその軸を結ぶためのその軸を早期に結ぶと。だから名古屋までじゃなくて大阪東京を結ぶという実施設計にならなければならないと。でその実施設計するにあたっては、じゃあどこがねどういう応分の負担はどうしていくのかということはそこで考えていきますけど、だからそれがやっぱり明記され法律で明記されるとまさにその軸ですから、日本の、この軸をどう、いつの時点でそのこの軸をつなげるのかっていうのは自然とそういう議論になって、それに向かって国中が動き出すことになりますんで、非常に明確に副首都の位置づけというものは重要になると思います。最後に2期目と直接関係ないんですが、来月関西広域連合がこれから5年になると思います。政治家がご覧になって、この間の広域連合の成果と物足りないという課題についてはどうですか。成果といえばまとめられるものは、うまくこうまとまってきたかなと。例えばドクターヘリだとか文化事業を、それぞれ、そのエリアで、宣伝広告していくとかね、そういうそれから
災害時の、役割分担だとか、そういうまとめられるものについては、まあうまく進んできてるかな。でもやっぱり問題点は意思決定のあり方について、これはもう合議制ですんで、そのこうスピード感を持ってものを決めるというところにはね、難しい方についてものを決めるというのは非常に、まあ時間がかかってる、結局話し合いだけで進まないなというのは感じてます。報道通信の矢島、報道通信の矢島君、先ほどは、福祉と の、まあ、法律の文化の関係で、事故を定めるという話だったと思うんですけれども、事故を定める議論、ちょっと時間がかかるとは思うんですけれども、吉村さんはその、法案 の、 その、まとめるスケジュールとして、来年夏の参院選で、国民に法案を示したいということをおっしゃってますけれども、知事の中で の、 その、法案作りというと、法律家のスケジュール感というのは、そのような感じになってました。これは吉村市長と同じです。まさに、参院選までにね、そういう、具体的なその法案を作れればいいんじゃないかなと思いますね。あとすみません、福祉と推進本部のですね、業務の所掌範囲のちょっと整理確認をさせていただきたいんですけども、福祉総合本部がこう、今までになってきた仕事のほかに、それをその、大都市局が担ってきた仕事もある程度と見合うという、そういう認識でもよろしいでしょうか。そうですね。所掌事務については、まず、福祉と機能というものをね、明確に、こう定めた上でね、事務方の規模は、先ほども答えましたが、事務方の機能と規模というものを決めていきますんでね、まずは今年中に、推進本部を作って、その福祉との明確な概念というものをね、これは有識者も入ってもらった上でね、協議して決定して、それを担う、組織を作っていきたいと思います。基本的には市と、タイミングを合わせてということでよろしいですか。もちろんです。ありがとうございます。同じ質問高層の推進要請ということで、これから議会との調整が必要になってきますが、改めて自民党や公明党さんとの公明の使い方をお願いします。これは選挙において公明党さんは実施投票でしたから、まさに今回選挙の民意を見定めようということだったと思います。この改めてこういう民意が示されましたから、その民意を重く受け止めていただけると、こういうふうに僕は考えてますんで、丁寧に協議に入りたいと、丁寧な協議をしたいと思ってます。自民党さんは、共産党と一緒になってもう正面から反対ですから、これは急にね、そのあちら側の民意というものもあるわけですから、反対の、全て了解だという、こう形にはならないでしょうから、積極的にこちらからアプローチしようとは今のところ思ってません。まず市議会と府議会ですごく意見が違うと思います。大阪の自民党、まずそういうところをまとめていただかないと、また市議会はこう、府議会はこうで、まさに話ができないということになりますから、そういうところの動きを見た上でとしたいと思います。
します。内調査の前に、あの先ほどちょっと設計図、この設計図ですね、に関してなんですけれども、まあ大体的に赤字にならないようにしたいということだったんですけれども、今のその事務局に通った段階で、5区案2つ、7区案2つ出てきたんですけども、やはりまあ7区案ではその大体的に一緒に厳しいと、赤字も出る可能性があるということだったので、ということになると、この、まあ、これからの話ではあるんですが、7区というのは検討せず、5区案がベースになってくるんですか？いや、あのね、そこで、あの前回は話し合いが、あの住民の皆さんとその膝詰め談判で説明する時間もあの短かったもんですから、まあ、できなかったというのをあの状況がもう状況だったと思います。で7区案も現在の大阪市の、そういう職員体制プラスサービス、これでいくとあのギリギリなんですよね。あの大きなプラスが出ないと5区案のようにかといって大きな赤字というものにはにもなってないんですよね。7区案でもそれは実際には特別区になった時の特別区長の手腕によってはまた変わってくるんですよね。その後はあの要は予算編成権を特別区長が持つわけですから、まあ大阪府が、橋本知事以前は11年連続赤字だったのが橋本知事になって一挙に黒字転換できたと。要はその、 あの首長の予算編成権を持つ首長のね、手法と、その、能力によっては自治体というのは、まあ、生まれ変わる形も作れるんですよね。だから現状の、まあ、サービスと現状の体制のまま、区に分ければ、7区だともうギリギリだよと。ただこれポテンシャルはあるわけですよ、あの首長によってはね、だからそういうところもね、住民の皆さんに、説明したいと。だからあの批判ありました、首長がじゃあもう共産党みたいな首長できたらどうすんのと。でもそれは民主主義なんでね、それを言い出すと、まあ、橋本知事以前もね、そういう首長であった場合はやっぱりもう赤字でも仕方がないという形で行財政やられたわけですから、まあそこはやっぱり、民主主義の国のいいとこでもあり、そのことによって、まあ住民の皆さんのこうデメリットもやっぱりそこにもあると。でもそれも全て含めてやっぱり民主主義なんですよ。あとすいません、まあ、今日職員の方への挨拶でも、で、まあ、先ほどの会見の中でもありましたけども、まあ、吉村新長との連携、共闘ということを強調されていましたけども、その吉村新長との関係とか、まあ、連絡体制とか橋本さんとちょっとどこか変わっていったりするんでしょうか？いや同じですよ、メール電話、絶えずやり取り、もう今実際に吉村新市長ともメールでやり取りしたり電話でやり取りしたり、やってますよ。でまあ、橋本市長とのやり取りも CC で吉村市長にも流してるし、もうそういう状況です今。ありがとうございました。はい、先ほど議会とか運用についてなんですけれども、橋本さんとは丁寧な議論をして、選挙の後にも、先ほど議員協力を求めるような姿勢も見てくださったかと思うんですけれども、先ほどに対応られて、今日は紙と含むほとんどが、たまたま視察でいらっしゃらなかったということなんですけれども、ちょっと寂しい感じもしますか？いや、林幹事から電話いただいてますんで。もう以前から決まってた施設で団で行くんで気悪せんといてやー言うていただいてたんで、いやそれはもう全然気悪しませんよという形で話できてます。はい、一
はい、まあ、あの選挙でもしのぎを削った自民党なんですけれども、うん、あのたまたま今日一人いらっしゃったということで、あの、まあ、ここの方はちょっと、まあ、今日特に不登校という用事もないのでというか、まあ、予定もないのでということでいらっしゃらなかったということなんですけれども、うん、いや、それは別に、歓迎されるとも思ってないし、お仕事で一人いらっしゃったんで、これはやっぱり知事としてはね、各会派、まあ、選挙が終わったわけですから、形はやっぱりノーサイドとして各会派、平等にご挨拶に回らせていただくというのは当然だと思います。大阪維新新聞の話です。よろしくお願いします。岸田さん、関西教育連合のことをちょっとお聞きしたいんですけれども、おとついですね、関西教育連合の方が、来年度の国の予算提出の変更に対する表を、取りまとめたんですが、この中でですね、国土の相談構造の転換ということで、改めて、東京一極集中の是正という部分に挙げていたんですけれども、この再び踏まえてですね、改めて、こういう言語に向き合い方というのをお願いできますでしょうか。まあ、向き合い方というか、今回選挙で福祉とかというものを掲げて、大阪の皆さんの民意はいただいてるんで、要はその広域連合の中でもね、その担えるエリアは、まあ大阪だろうなと、まあ、いろいろあると思いますよ。兵庫でも神戸でも、まあ、京都もやりたいとか、そういう話あると思うんですけど、まあさまざまな、別に他のエリアが可能性ないというんじゃなくて、その日本を引っ張っていくエンジンの中心の役割としてはやっぱり大阪ということはね、広域連合の首長の皆さんに、まあオープンなところで承認は いただけたらありがたいなと思いますけどね、ただまあ京都なんかでもね、まあ、日本の歴史伝統文化のそういう観点から捉えれば、御所があるから京都だというね、そういう話になると思いますけど、やはりその日本を引っ張っていく大都市機能という位置づけでいくと、まあ福祉と大阪でいいんじゃないのというね、そういう、支援がいただければありがたいとは思います。よろしいでしょうか。先ほどの発言に関して言ってなんですけども、自民党には積極的にアプローチをしようと思っていないという話についてはよろしいですか。積極的にアプローチをしようと思っていないという話でした。で、公明党の林幹事長は先日記者団に対して、まあ、維新、自民、公明3社で一致できる流れを作っていきたいということを言ってたんですけども、その公明党がそういう考えだとしても、まあ、知事幹事長としてはあまり自民党に対しては話し合いはするけど、やっぱり決めなければなりませんから、決定するには維新公明で決定する力を持つわけですから、議会の中で、そこを決定する力がまだ足りない場合はね、やっぱりまあ折れて曲がってお願いしててあるかもしれませんけど、議会も物事を決定してこそね、議会の価値というものがあると思います。有権者からといろんな約束をして議会に選出されているわけですから、現実、維新公明で決定する力を持っていると、こういうことですね。政務に関する質問につきましては、これは特化したいと予定しております。政務に関する質問についてはどうでしょうか。よろしいでしょうか。大都市局に代わる副市と推進局というのは2月議会の議案を提出したいとおっしゃいましたけれども、具体的には設置時期というのは4月ということなんですか。まあこれ予算も絡みますから、それを目標にやります。よろしいでしょうか。
人おるで。本部の会議自体は。これの議題というのは先ほどおっしゃった福祉等の定義を定めることの他にはどういうことだと思いますか。まずはそこでしょう。ええ、大都市、日本を牽引する2つ目のエンジンとしての大都市機能、まあ、これがすなわち福祉等だと。でその機能に必要なものは何かというところを明確にしていきたいと思ってます。ありがとうございます。他にも何か、それでは記者会見はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。触らない。まあスムーズに橋本市長代表がね退任以降スムーズにスタートするためにまあ退任までにはこれ決めたいと思ってます。まあいろいろ相談がいろいろやってますんでね代表とも。代表選はやる方向？それは規約に基づいて規約通りやります。橋本さんの法律政策顧問、これは正式にそういうふうな規約についてくれということを要請するんですか。もう要請してます。何度もというか了解もいただいてると思います。書いたもんで何か契約書を交わしたわけではないですけども、この間ずっと皆さんの取材の中でもこちらもお願いしてるし、代表の方も法律政策顧問という、ものを、やりたいやっていこうとこう言っていただいてるわけですから、まあ成り立ってるんでしょうね。もう話は十分に力を立ち上げます。まあそういう立場になっていただきたいと思ってます。改めてですけれども、ダブル制の事象で半分を過ぎたと思うんですけれども、来年の夏の休日に向けては、今日も大丈夫だと思うんですけれども、全国で何人ぐらいの候補者を考えるか。いや、それはもうまさにこれからです。こちらがいくら立てたいと言っても、候補者がいなければできないわけですから。選挙も終わりましたんで。今年、12月中にはね、参議院向けての、維新政治塾を、スタートさせたい、募集スタートさせて、年明けから、半年間の政治塾やって、そこで、候補になるうる人材を発掘していきたいと思ってます。そういうのは戦略の話ですから、今ここで言える話ではありません。仕事についてなんですけども、報酬ですとか、そういう細かいところまで話して、まだないんですか。まだ話してないですよ。仕事さんは顧問の話もされてますけど、自分探しの目に出ようかなとしたことが、そこに行かれちゃうんですか。もうすぐに家族からの捜索願いとか、いろんな人から捜索願いで、自分探しの旅って一人ではできないでしょう。すぐにそういう、捜索願いが出されて、警察から情報が上がると思いますよ、どこにいるかは。どこに行かれるか聞いたりしてる。いやー、まあどこに行くんでしょうかね。豊中界隈じゃないですか。豊中のどっかおいしい店とか、3時間ぐらいの自分探しの旅とか。
今おっしゃった維新政治塾は、講師はどういう人たちですか。まあ、法律政策顧問も講師やってもらわないかんと思いますしね。で、まあ、前回、講師やっていただいたその先生方にね、お願いしたいと思います。まあ、時間があって、そのスケジュールが合えばですけどね、そういう先生方にお願いしたいなとは思います。確認ですけど、来月中にその公募をして、うん、もう1月から、1月のどれぐらいにその第1回っていうか、その参院選に向けて、まあ、それはこう、お正月気分がちょっと抜けたぐらい、中ほど、まあ、そのぐらいになるんですかね。よろしいでしょうか。もう一度公務の話に戻っていただきたいんですけれども、関西小売連合と関係連が今月関西国産観光推進本部というのを設けて、関西全体 の観光戦略を来年4月から展開していこうということで準備委員会を発足しました。で、知事は選挙期間中の観光戦略についてですね、大阪観光局全体に広げたいとおっしゃっていて、関西国際観光推進本部についてはどのように言ってますか。いや、経済界の皆さんの、まあ、提言をいろいろまとめていただけるんだと思います。だからそういうまとまった提言を我々実施主体ですからね、その大阪観光局にもそういうものをその提言いただいたものは実施していきたいとこう思います。この関西の広域観光の官民が一致するための取り組みの体制に向けたそういう準備会だというふうになってますけども、まあ、そうなるとやっぱりそういうね、経済界の皆さんが主導してね、大阪以外、うちはいつでも入っていきますから、はい、大阪以外の、関西の、府県と市をね、まとめていただけたらありがたいなと思いますね。要は予算伴うような形になってきますんでね、だからもう本気でやるんならやっぱり大阪府市観光局のような、まさに官民で、予算もそれぞれが拠出する中でのね、具体的な、戦略を実施できるようなそういう組織にしてもらいたいと思います。まだ組織はこれからなのでですね、どういう体制がいいか分かりませんけれども、各府県の観光協会、観光誘導とかですね、それから、当然大阪観光局にも協力を求めて、全体でそういう観光宣伝とかですね、をしていく可能性もあるんですが、その場合は協力していくというところで、もちろん協力はしますよ。はい。地域的には皆の話もあったと思うんですけども、あと1、2席があればですね、維新の会としての反省と思うんですけども、高い派からの切り崩しというかどうかちょっとあれなんですけども、代表も、クリアの代表も文句を広げてみたいな話はありましたが、知事としてどうですかね、知事、幹事長としてお考えとしては。どこかから、いや、それはやっぱり選挙で約束してるね、半年前に約束してることがあるんでね、それは何でもかんでもね、はい、どうぞというわけにはいかんでしょう、全く反対されて選挙に通られた方が、いきなり、維新の会の方向性賛同ですということにもならないと思いますよ。なかなか現実的にはそうですね。それは厳しいでしょう。改めてなんですけれども、WHO 理解というのは、市内の対策を進めるという調査があったんで
を収めた圧勝というふうになって、まあ、管理長にとってご自身の省エネの省エネを。でこれはやっぱり4年間、橋本祭りでやってきた、府市一体の取り組みですね、成長戦略、それから府市それぞれの行財政改革、こういうものに対して評価をいただけたんだと、それを継続しながら、まあ、新たに制度としてね、副首都になれるようなあの統治機構改革、の議論は、進めなさいという、そういう我々の主張がそういう形の民意を、我々の主張を理解していただいた上でね、そういう民意をいただけたと、もうこれに尽きると思います。橋本さんが馬鹿に出されて選挙戦されていたと思うんですけれども、中央選挙からは法律顧問となっていますので、選挙戦略とかどういうふうにお考えですか。いや橋本代表のね、それはやっぱり情報発信力というのは、これはもう他の誰にも真似できないぐらいパワーはありますけど、維新の会できて、もう5年半、その前の準備期間合わせば6年半やってきたわけでね。で、その間の選挙のにおいての、まあ、結果、この今回のダブル選挙だけじゃなくてね、この4月の統一地方選挙とか、去年の総選挙とか、いろんなそれぞれの結果を、見ればね、橋本代表の力はそれはありますけども、橋本代表個人のね、お店から、少しずつやっぱり組織としての存在できるだけの、ね、力はつけてきたのかなと、そう思ってます。本代表なんですが、新党に関して意思決定には関わらないですけれども、まあ松井さんなりに相談はするというふうな発言されてますけれども、まあ松井知事の方で橋本さんとの距離感、具体的にどう保っていかれてるんですか。まあもう戦友ですからね、戦友の距離感ですよ、この、知事就任以降、当時は僕は自民党の政調会長でしたけど、その自民党のその中でも抵抗勢力いっぱいある中でね、自民党の府議団のまあ多数まとめたりいろんなことやりながら、でその多数を否定した人たちに対してはもうまさに袂と別れるという覚悟で大阪維新の会を作りね、8年やってきた、もう完全に戦友状況でここまで来てるんで、だからその距離感でずっと行きますよ、多分人生。これからもその重要な局面ではいろいろ相談することもある。まあそれはそうでしょうね。よろしいでしょうか。地域統制後のいろんな方に統制のバージョンされたかと思うんですけれども、例えば菅官房長官、もしくは安倍さんなどとやるというのは、いや、ないです。いや、まだそういうことは何も言えません。よろしいでしょうか。はい、それで終わらせていただきます。ありがとうございました。